森町は静岡県周知郡に属する町。静岡県西部の遠州に位置する。静岡県内の町で唯一町ではなく町と呼ぶ自治体である。森町付近の大田川周知地域の町村制、四光寺の町村。七が森町。近世には秋、葉山本宮秋葉神社へ通ずる秋葉街道の宿場町として賑わった。1923年には、 地理学者の志賀重隆が森町を小京都と呼び、以後は遠州の小京都と呼ばれるようになった。合併特例法を受け、全町長の村松藤雄は、大高和流域の袋井市、岩田郡浅場町との一市二町合併を推進した。村松が2004年5月に一市二町での合併に町議会の承認を得ずに合併調印。さらに、新市名が投票率最多であり、 森町が推していた演習士とならず、袋井となることや、電算システムの移行などで、議会、町民が反発。直接請求権に基づき署名活動による住民投票条例を設置を求め議会が承諾した。これをもとに2004年8月29日に、町民の住民投票が行われ、反対多数となった。条例は、町長と町議会は投票結果を尊重するよう、 定めており、森町は当面単独で町づくりを進めることとなった。日本国内、二郎柿の原木機関産業は農業。茶、椎茸、二郎柿、レタス、とうもろこし、米。かつて、森町には2巻の映画館があった。江戸時代の高化年代、森町村ご県庁の百姓である松本次郎が大田川の河原で柿の洋木を見つけ、持ち帰って植えたのが、 次郎柿のルーツである。登録の際の誤りから次郎柿という表記が一般的であるが、森町では松本次郎に由来する次郎柿と表記される。1908年には森町の次郎柿が初めて明治天皇に献上され、現在でも毎年宮内庁に献上されている。1944年には次郎柿原木が静岡県指定天然記念物に指定された。 静岡県立東東海総合高等学校森、町立図書館一般国道は通っていない。新東名高速道路の森掛川インターチェンジと、遠州森場 PA のスマート IC が、町内にある。JR 東海道本線掛川駅から、天竜浜名湖鉄道天浜線遠州森駅まで、鉄道で約20分。東名高速道路袋インターチェンジから、 森町中心部まで来るまで約20分。中心駅となる天竜浜名湖鉄道天浜線。遠州森駅町の中心となる駅。遠州森駅1962年まで。静岡鉄道秋葉線が袋井市の袋井駅まで通っていた。彫国神社の部学に縁の深い小国神社天宮神社。ありがとうございます。